どうもハンサムクロジュです。バイオハザード RE4 セパレートウェイズエイダーズストーリー続きやっていきたいと思います。さあ、死角との死角どっちですか、この決着をつけるということで、決着つけに行きましょうや。あの虫野郎やっつけてやる。ここか、ここにいるのか。近い。でかい声。スピネル。お、あそこに飛び移る。よいしょ。おっと。決着をつけないとね。あ、上にいる。遊びたいんでしょ。ここなら、おお、ここなら樽がいっぱいある。おお、危ねえ。体、うわあ、いい加減うんざりだわ。ここで終わりにしてあげる。あんな体、あれで、ちょっと待って、外れたいきなり。OK。爆発だ。くらい。オッケー。オッケー。ショットガン。こっちの番。命令。オッケー。その手。よし。あ、行って、回避、ちょっと待って、回復させて。痛い。メレ、回避。あ、行って、ちょっと何、めっちゃいろいろ撃ってくる。あ、やべ、フォークだ。回避。落とした。羊の髪留め。回収してないのに、アイテム。あら、なかなか個性的な姿よ。ああ、外れた、やばい。ちょっと当たんないんだけど、なんで。危ねえって当たってた。 OK。
回復。あれやべ、こっちは危ない。勘弁してくれ。なんだあれ。とりあえずアイテム集めよう。よし、これだけ集まれば。ほらほらほら、腹だ、腹、腹を狙え。どういて。そしてクラフト。うう、どうしよう。走りながら矢を補充。OK。やばい、来て。これどうやって避けたらいいんだ。尻尾も狙えるな。うおー、逃がせ。命令じゃない、ナイフ。切り裂け。あ、虫が増えた。やめて、虫。さあ、どう？あ、だめだめ、ちょっと、ね、何をしてる。回復して。よし。なんでこ、なんかずっと走ってくる。ほら来た、回避って出たのに。俺、よし、外がいいな。よし、ナイフ。切り裂け。お、やったか。寄生体なのかな。倒したから体から排出されたってことかな、まあ、そういう風な説明もあったもんな。あれ、的がいっぱいある。ほら、なんだろうこれ。これ何の場所。うわ、ここも弱点だったね、多分ね。
おう、ルイス。エイダ。アンバーはフラウザーってやつに奪われた。レオンが今戦ってる。すぐに向かうわ。うわ、ルイスやばい。悪い。俺はもう持たない。資料を送っとく。これであいつらを。アンバーの現状はどこなの？何を言ってるの？感謝するんだよ。悪くねえな。人のために動くってのも。あとはレオンたちを頼んだぜ。行ったそばから。レオンがやばい。レオン！レオン。落ちると思ったら落ちなかったこの岩。資料が送られてきた。待っててくれ。その前に。バレてんだよ。お前もだ。あんな虫に襲われるのはごめんだからな。擬態してる虫は一撃なんだ。知ってんだぜ。襲われる前にやれ。もういないよな。見える範囲にはいない。よし、資料を確認しましょう。放射線照射装置についてのメールの写し、定期ヘルスチェックの結果、研究主任ホニャララ氏の体内にプラーガの寄生が判明。ルイスかな。実験中の何らかの事故によるものと考えられる。ルイス・セラ研究員主導のもと、あ、違った、ルイスは研究員だった。試験段階にあった放射線照射装置でのプラーガの除去が試みられた。施術開始16分後、ホニャララ氏が激しいショック症状を示し、やむなく照射を中断。直後、死亡を確認。この装置は、乱暴に言ってしまえば原理はがん治療などに用いられるリニアック装置と同様、体外からプラーガを焼き殺す。対象の苦痛は著しく、今回のように死に至るショック症状として現れる可能性も高い。なお死後の解剖により、プラーガの除去そのものには成功していたことが確認された。以上の結果を鑑みるに、この装置には改良が必須であり、試験運用の段階を超えるものではないと判断される。参考資料として、本報告書に放射線照射装置のマニュアルを添付する。なるほど。確かにレオンも痛がってたな、なんかうぐわーみたいな言ってたわ本編で。イルカアムシ来るなよ。あ、いるいるいる。いや、キモいな。カマドウマだよね。羽付きカマドウマ。後ろ、どこ、あそこ、ちょっと遠いね。待って、この角度から虫いるか。おらんだ。おいしょ。さあ、いる。なめるな、バレてんだよ。俺の目をごまかせるとでも思ってんのか。絶対見つけてやる。よいしょ。さあ、いるんだろう。もういないか。いそうな気はすんだけどな。うわ、ハーブいっぱい。あれ虫じゃない？違った。アイテム整理。さあ行くぞ。
虫嫌だから、虫に見える壁が、壁と天井が。おっと、あそこに向かえばいいんだな。いないか虫。うわ、高い。どうだ、いるか。どうだ。慎重すぎる。嫌なのよ本当に虫。よいしょ。なんかに走って、あ、クラウザー。ルイス、さよならは言わない。さよならは言わないっていうさよならだ。クラウザー走ってったんだな。お、クラウザー、何なのクラウザー。逃がさないわ。なんか走って、ほんとね、僕クラウザー好きじゃないです。レオ、時間がないから手短に話すわ。彼女は時計塔に連れて行かれた。今ならまだ間に合う。救いたいなら急いで。ずいぶん親切だな。素直に感謝すべきか。ええ、そうね。さて、クラウザーね。クラウザーを追う。さあ、お金くれる？くれない。くれないのに殺しちゃった。ごめんね。強化手榴弾ゲット。一旦整理して、お金、ちょっとマップ確認します。はい、よいしょ。わあ、レオンが歩いてたのの下だね、下の部分だ。おー、わー、なんだこっちも、こんな場所になってたっけ、こんなんだったっけ。あ、クラウザー、なんだあいつ。もうあんなところに。身体能力はすごい。え、あー、ジャキ様。よいしょ。ここは開かないよね。敵いるか。でも樽があるから遠距離での戦闘にはなりそう。あとは上か。バカラズラ。あべ、ちょっと待って。ああ、ダメだ。いやあ。
厄介。お金ばっかり。これであそこのドアを開けれる。よいしょよいしょよいしょ。あ、出てきて、なんか徐々に閉まるのか。なるほど。ここから行けないか。なんかおるな、邪魔くさい。あ、くそ。当たんない。元気だな。よし走れ。あ、もう邪魔しないで。よいしょ、いけた。あー、こんにちは。見てってくれ。ウェルカム。さて、何から始める？羊の髪留め。髪留めってことは女性だったのかな。いつも食うならいいじゃん。スティングレーだ。ああ、そうでもないよね。スティングレーはそんなに。新しい相棒を手に入れたらどうだ、ストレンジャー。そんなにだった気がするな。生き残りたけりゃな。とりあえずナイフを修理。手入れを、ま、近いうち。ちょっと待ってよ。に会おうぜ。ウェルカム。改造だな。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。腕に自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。こっちで探しておくよ。あんたに合いそうな。あの気持ち悪い人間サイズの虫知ってるよな。そいつらがこの辺りに3匹隠れている。悪さする前に退治する。それが今回の仕事だ。 OK、 ちょっとこれやろうぜ。よいしょ。どこにいるんだおい、人間サイズの虫ちゃんよ。ギターしてるね。いや、擬態してる可能性あるから目でであんま動きたくないな。わあ、またなの。何やってんだ、どっか行っちゃった。さて、虫ちゃんはどこかな。あ、来た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 。こっちが目的地。ぐるっと。虫ちゃんはここら辺にいるね。じゃあ、当たんな。オッケー。
なんかある。千個手榴弾。やったわ、ハンドガンの弾いっぱい。ここは扉で塞がれてる。石棺の、石棺の洞窟？あら。盾剥がす。ほい。よいしょ。よいしょ。しちゃん、おおおおお、しぶと。わあ、キリがねえや。いいね。虫。わあ。虫はおらず。どこだ虫。あ、ここに閃光手榴弾。お、なんかあるな。レッドハーブ組み合わせよう。よいしょ。お、上がった。はいはい、ここが通れるよね。うわ、怖っ。え、なにこれ。ドッスンちゃん、ドッスン。うわ、走り抜けないといけないんだ。来たー。あと2匹どっかにいるんだよ。あー、怖。え、結構じゃあさ、待って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 。うわ、やばい。潰れて死んでる子もいるね。ちょっと待って、虫さ、ここら辺にいたっぽかった気がしたんだけど、気のせいか。で、ここのお宝取りたい。
よいしょ。フギの心臓ゲット。ここにいないか虫。全然いないな。どこ虫？本当に見つけられなかった。ああ。よし。あ、来た。ここら辺にもいるな虫。さては、まずは盾を奪って。うわあ、撃ってきた。足元狙え。どうぞ。ちょっと。オッケー。うわ。厄介。変身した。降りてきた、降りてきた。いや撃ちづらいな、狙いづらい。ここら辺に来たら撃つか。よし。オッケー。もういないんじゃない。なんか声聞こえるな。やべ。いっぱい来た。
よいしょ。メレおいしょ。これでどう？もういないっしょ。ありえんな。もういいや。はいはい。オッケー。全然虫がいないですね。この上あやもう。ボスっぽいよな。ちょっと待って、虫探ししよう。すいません、虫探しさせてください。いったいったよ。あと一匹、あと一匹。どこだ？この部屋じゃないかな。うわ、マジでわかんねえな。こっち見ます。ここの部屋も怪しいよね。違う。マジで虫どこ？ちょっと一応この中もう一回見よう。洞窟とそこを抜けた崖、崖だって。崖にある。崖に。洞窟は2匹倒した。あとはもう残るは崖。崖。崖って、あ、サファイアゲット。崖ってここのこと？ねえ、こっから見てとかだったりする？違うか。う、ああ、花の模様だ。崖。崖だよ。ここは崖。いやー、さっぱりわからん。さっぱりわからん。いた。終わったわ。
終わった。めんどくせえ。でも達成感ある。嬉しい、こういうのクリアできんの。すっきりした。ほんとすっきりするよね。おりゃ、クラウザアシリー。ネオ、忘れてかれた。ミスター・ケネディ、サドラー様の恩情をその身に賜ったというのに。静かな見とれよ。いいぞいいぞ。レオ、協力感謝するわ。さあ行く。追うぞオサドラを。ハンドガンの弾ゲット。エレベーター降りよう。サドラ？サドラじゃない。クラウザーね。クラウザー追うぞ。お、ウェスカー。アンバーはクラウザーに奪われた。また俺を失望させるのか。必ず取り返すわ。そう願おう。予定を変えたくはない。分かってるわ。何の予定ですか？クライアントはお怒りね。なんか声聞こえるけど。セーブポイント発見。敵やっつけてからにします。またぐら？おいで。おいで。おいで。ナイス。変身されたらたまったもんじゃないかな。よいしょ。あ、ナイスか。よし。あ、ナイフなかった。ああ、二本目。王道の懐中時計ゲット。船着き場ね。ちょっと一回セーブしますか。船着き場行こう。ここで船着き場でレオンと打ち合えるはず。なんかあるかな。ネズミいっぱいな。青い炎。お？クラウザーが。行っちゃう？入っちゃった。まだボートがある。ボートの鍵ゲット。うわ、レオン始末するの早いな。レオン。あ、鍵探してる。くそ。探し物かしら。たまたまちょっと早かっただけだったんかい、これ。ああ、終わりました。チャプターエンド。さよならドンキホーテ。うわあ。ルイス、狙撃手の素質、ライフル10体倒す。腐れへの執着点、ペサンタを倒した。ペサンタって名前だったんだね、執事。
セーブしますか。いいか、これに上書きしよう。次はチャプター6だ。ついに。組み合わせとかはできないのか、ここでは。もうパンパンだよ、荷物。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回、孤島ですね。要塞の島、要塞のようになってる島に、レオンと共に向かいたいと思います。楽しみだぜ。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。